鼻毛ワックスごっそやってみたーい。イエーイ。はい、ということで鼻毛ワックスごっそ、今回は髪の毛のてっぺんにやっていきたいと思います。いやおかしいおかしいおかしい、違う、使い方間違ってる、使い方危ない、びっくりした。フランシスコザビエルみたいな髪型にするという企画でございます。聞いてない聞いてない、そんなの私。なんで聞いてました？いや、あの鼻に この通りですよ。このゴッソの正式な使い方をやろうと。で、僕これ正式な使い方、これが髪の毛にやるわけよ。髪の毛じゃない、見てこれ、てっぺんハゲになるという。だからその顔見てみて、ほら、その顔見てみて、てっぺんハゲになっちゃった。書いてない。書いてないから。てっぺんハゲじゃんって、ごっそり言っちゃってんじゃん。ごっそ。CM やってるから。そこのごっそりじゃない、これは。うん、違います。これ鼻です。よく見て、どこら辺の近くでさ、出してる、それ。どこら辺近く、鼻。じゃ目やん。右目に入れるっていう。いや、右目に毛ないから。右目の中にいて眼球を取り出すという、ごっそり。いや、そんな、グロテクスクスじゃないです。いや、今回じゃあ選んでください。目に入れるか、てっぺん、頭のてっぺんに入れるか。鼻です。鼻にします。でも、だって鼻だったと今日、今朝、何やったんでしたっけ？鼻毛切りました。切ってきた？切ってきました。なんで切ってくんねん？いや、僕もわかりません。なんで切ってきた？教えて理由。なんで切ってきた？いや、長くなったから。でしょうよ、それは。ゴッソやんのに？なんでゴッソやんのに切ってきた？いや、ゴッソは、さっき急遽決まったんで。鼻の毛ないから、しゃあないから、じゃあ頭の毛でいきましょう、今回。あります。焦るんです。急に焦ってるやん。やってください。早速、はい、お願いします。やってください。どういうこと？あとはやってください。やってくださいって。あとはお願いします。はい。どうするんですか？なんか読み上げてください。なんかどうやってやるとかなんかわからない。ちょっと俺、僕も初めてやるんで。あ、洋介もこれやったことない。そのどういうルール説明というか、なんか何て書いてあるとか。お願いします。じゃあ、とりあえず、じゃあ全部、説明しますか。うん。ブラジリアンワックス、鼻毛脱毛、ゴッソとは、月1回の身だしなみ、ハサミや電動トリマーを使う鼻毛処理はもう古い。ご自宅で手軽に鼻毛セルフケアができる。へー。脱毛ワックスキット。そうなんや。ストッパー付き専用スティックが奥の鼻毛まで抜きすぎない安全設計。男女兼用でございます。あ、そうなんや。はい。ちょっとやろうよ。ブラジリア、もういいの？いや、やってよ。もう説明は、うん。3回もあるから、1個は鼻、1個は頭、1個はチンゲで。いやだから、バンなるよ。最後の。最後にちょっと、引きずってならないワードを出したよ。はい、福祉。次の企画、あれもこれやりますから、厳選おにぎりバスボールをね、使っていきましょう。何これ？何これ？変な MC？ なんかこういうお菓子あるよね。うん、ラムネな。ラムネ。うん。ラムネかな？食べてみてよ、一回。いや、それはわかるよ。これ食べれないですよ、これ。見てみてよ。食べれるって書いてるね。ポンピンは食べても大丈夫ですって。ワックスは食べられません。おい！書いてあるやん。騙されねえ。騙されろ。いや、これ、騙されないでしょ、これ。何騙されへんね。うん。あ、これが棒ですね。うん。ごちそう。わあ、いろいろ出てきますね。なんか、あ、こっちにも入ってる。ほら、ラムネみたいなやつが。入ってますね。どうやってやんの？3回分の、あとこれがワックスですね。うん、この白い、ラムネみたいなやつが、ワックスです、うん。3回分のワックスが入った、耐熱カップ。これのことですね。あ、耐熱カップなんや。そうです。で、これを、蓋を外し、レンジで、加熱します。で、カップの中に、カップの中に、もうすでにもう3回分のワックスが入ってる。で、これは？確かに何それ？これ何これ？これ何？ちょっと待って。ダブルオシルで、ワックスが足りない。あ、これは継ぎ足し用ですね。あ、そうなんや。なるほど。
まあ、とりあえず、うん、温めましょう。うん、温めてきていいじゃん。とりあえず。そう入れるんや。え、これでとりあえず1回分ってこと？これで3回分です。3回分？これで3回分です。まあ、1回3回分やっちゃうか。3回分1回で入れられるか。でも、突き出し用の方がなんか多い気がするけど。多いからな。だからもうこれいいんじゃない？これ1回分じゃない？まあ、いい、いい、大丈夫。多少はいい。いい。じゃあ、温めましょう。うん。で、何分とか書いてあるそれ。電子レンジで。500ワットで3分30秒。うん。じゃあ、600ワットで3分。うん。じゃあ、温めて戻ってきて待って、すぐ。あの、温め、ピッて押したら戻ってきて。あ、オッケー。ここしか映しとかんから。面白いね。あ、そうだね。温めるんやな、電子レンジで。そうみたいですね、これは。蓋を外し、だから600ワットで3分。そうやな。いきます。でワックス、ワックスの温めた後は溶け始め、1分間ワックスを混ぜます。で、ワックスをスティックで、適量多い。どうしたん？いや、その、出てなくていいか。ああ。さすが。ふふふ。なんか話してよ、なんか。その、なんか、何人かのやり方、今後、この後の流れとか。あ、今、撮ってんの、これ。撮ってんの、これ。うわ、うわうわそんなプライベートのとこもして。オンオフあるやつみたいに思われるやん。いや、オンオフないです。はい。最近ずっと元気でしょうか。ずっと今、まあ、この通り。ちょっとなんか連絡来てるかなと思って。連絡来てるかなと思って。言うてん。真面目に見て。撮影してる、ずっと。全然、撮影してる。いや、いつでも、破天荒なんで。はい。うん、いつでも。現在無修正。無修正です、うん。はい。オンオフはありません。ゴッソね。でもこれ便利ですよね、これが。やっぱり、僕いつもハサミで鼻毛切ってるんですけど、でこれの方が多分早いってことじゃない？あ、ちょっと待って、でも出したいの。で、これ、温める時間もあるからね。うん、温める。まあ、そこはちょっと、考慮していただいてってことで。まあ、温めてる間でも他のことやればいいやん。あ、そうかそうか。うん、温めて、パパって、ピピってやる。うん、でこっちの方が早い可能性があります。うん。あ、そうこうしたら。温まったね。温まりました。持ってきてもらっていい？持ってきております。あ、じゃあ持ってきます。はい。そんな溶けてない。え、ほんま？うん。ほら。これ、こっからさ、混ぜるんとかじゃないの？もう一回やるの？溶けるまでやるって書いてあった。溶けなかったらね、なんかちょっと待って。うん。溶けるまでやるって書いてあった。それ混ぜた後、もう一回温めたら溶けやすいんちゃう？それか。
あ、溶け始めたらいいんだ。じゃこれでいいんだ。あ、じゃあいいや。全部閉めていいじゃん。あ、こういう状態になってますね。はい。はい。ここから、うん、混ぜます。うん、この、どっち？あ、こうか。専用スティック。混ざってる？硬い。硬っ。硬い。あ、硬いけど、あ、ああほら、ほら見て、ほら、ほら。あ、重いな。溶けてますね。ね。ほら、あ、ほら、おお。いい感じやん。いい感じ。あ、でも寝る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 。寝る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 より硬いですね。おお、あ、すごい、めっちゃ弾力あるこれ。へえ、硬い。で、で、ほんで、ほんで、うん、これ回転します。回転、そう、回転しながら、うん、え、どうする、これ両穴入る、両穴行こうですよ、うん、オッケー。だってもう もったいなくね。片鼻だけだって鼻毛にまた機能めんどくない。あ、確かにな。混ぜるんや。そう、こういう感じで混ぜて、うん、こういう全部使い切ろうよ。2回でがっつりやるんじゃないですか。結構、あ、これつけすぎてもダメみたい。あ、そうなん。うん、つけすぎたらどうなるの。つけすぎたら死にます。じゃ死んでみよう。動画に残しとくわ。ちょっとね、あ、不器用なとこが出てます。僕の不器用さが出てますね。これ見て、これどれぐらいとか書いてある、なんか写真とか。あ、書いてます。あ、じゃあ、このぐらいじゃない、ほら。あ、合ってる？ほら。もういいんじゃない、いいんじゃない、それでいいんじゃない、じゃあ。で、そして、じゃあもう一本、同じ要領で。うん。え、その先鼻に入れるんじゃないんや。そうなん？わからん。両方一緒に入れてくださいって。そこはね、書いてない。あ、でも片方ずつやるか。うん、片方先入れて、その間にこっちやった方が効率いいやろ。一つ入れて、時間は関係ないの。はい。固まったら取ればいいだけだ。ちゃ、もうちょっと奥じゃないそれ。うん。結構出てるけど、もうちょっと奥じゃない。え、ここ、ここまで入ってる？あ、はい、はい。奥までって書いてあるよ。え、ここ、ここまで、ここまで、ここまで。ああ、じゃあいいか。もう早く鼻につけてよ。いや、ついてます。ほら。あれ、元からやろ。いや、元ここじゃない。残り全部使っちゃおう。あ、じゃあこれね、これで、登ったやつは次使えるみたい。あ、そうなんや。また温めたら。そうそうそう、そういうこと。だから、ここ、だから、ほんとに3回、うん。なんでこっちしたくなった、最後。言えばいいよね、3回分ぐらい。最後まで言い切って言う。なんでも言い切らんかったよ。よし。これですね、うん、これを。で、これ、え、もうつけた、まだまだやな。ここまだ入れてないよな。入れてます。入れてます。うん、で、で、入れてます。うん、で、風で、あの、固まるまで待って、固まるまで待ちます。うん。あ、固まるってのは何分で固まるんですか。ちょっと。うん。ここで、こうして、小肌をグッと、こう。ああ、じゃあ、確かにそうやな。なんか入ってる感じだよ、見た感じ。そう。うん。あ、そうなんや。で、これ、ダブルでやることだから、これ。っていうか。どういうこと？こ、あの、一肌ずつじゃないですかね、これ。え、これ調べたけど、多分2個ずつじゃないかな。あ、マジで？うん。よし。1本ずつなんか、そんなことある？効率悪くない？効率悪いね。うん、1本ずつやと。あ、なんで書いてあった？書いてあった？1本ずつって。書いてあった。1本ずつって、うん、あ、まあいいんじゃない、まあいいか。日本やからなんか変わるとかなさそうやけどな。確かにこう話しづらくなるだけで。まだ刺してないから大丈夫。で、これ1分やったら1分、うん、1分お待ちください。うん、あ、じゃあ指を押さえたまま1分お待ちください、うん、あ、じゃあ俺、あの、飾ってもらっていい？え、だ、1、2、3、4、5、あれでやったらいいんだよ、その 3ごとにテンション上げるやつ。
肌を押さえたパワー、うん、1、2、3、なんかあれじゃない、なんかもう声高くなるやつじゃない、なんかどういうこと、世界の鍋味やろ、あ声高くなるやつじゃない、なんかテンション高くなるやつ、あそれがや、うん、裏声で、はい、うん、1、2、3、そうそうそんな、そうそうそう、それで3の倍数だけそうやってやっていこう、 OK、 うん、4、5、6、おいいね、おいいね、もうちょっと声大きくしてもいいけど、7、8、9、なんかそのえで、なんかそのなんて緩急つける、だけど10、11、12だけ大きくする、あで裏声でね、うん、10、11、12、13、14、15、なんかそうそう、俺が言ってるのはね、16、17は1、2は要はその声小さくして、はい、3は声大きく声高くした方が面白いんじゃん、関係あって、あなるほど、うん、17、18、19、病的やな、いいよ、20、21、22、おいいね、いいね、おいいよ、13、環境いいよ、14、15、おいいね、いい、めちゃめちゃ、26、27、28、おいいね、29、30、31、おいいね、おいいよ、32、33、31、おいい、そういうこと、35、36、31、38、39、40、これ、3の倍数でやってるこれ。俺もほぼ聞いてないから、やってとりあえずやってて。41、42、43、逆にもいいんじゃない？だから小さい大きいでもいい。あ、小さい大きい大きい小さいでもいいし。ああ。44、45、46。3の倍数は高くするんだよね。ああ。だから3の倍数は高くするんだけど声は。うん、だから声大きい大きい3の倍数。声高くでも声は小さいみたいな。ああ。50、52、53、54、55、56、57、58、59、60。OK。OK。よしよし。で、どうすんのこれ。で、スッキリごっそり抜いちゃいましょう。うん、完全に固まったと感じたら、うん、一気に引き抜きます。引き抜くのは俺やるわそれが欲しいやん、だって自分で別に引き抜くだけやからな、マジでマジで、うん、え、両方抜いて一本ずつ俺がいや、一本ずつ一本ずついきますね、はい、いきます、せーのでいきます、せーのって言ってせーのって言ったら引くな、あーここは一緒やで、ここは一緒やで、ほんとに抜くってのはこっちってこと、はい、逆です、はい、ごめん、カメラ映したらちょっと分からんくなるな、いや、分かるでしょ、カメラ関係なく分かるでしょ、ちょっと待ってな、一覚えやって、うん、すごいに行くな、いや、痛い、うん、痛い、いや、いや、固まってる。固まってる。え、ちょ、ほとんど抜けてない。いや、多分、切ってるかもしれない。それ、ほとんどないやん。いや、まだもう一個あるから、もう一個。一気に行くよ。だそうなんで抜けると思う。うん。次、さらに行くよ。うん。せーの、はい。よっしゃ。行って、ほら。行って、ほら。抜けてる、ほんまや。ほら、抜けた。一気にじゃ抜けるんや。うん。ああ。ああ。どう。いやね。あ、今でも、あ、爽快です。爽快なんや。あ、爽快。あ、爽快なんや。爽快。あ、いや、そんなに痛くなかった。ああ、そうやな。うん。で最初痛かった、これ。これ、これいじってた時。そ、こっちが抜けへんかったな。うん。まあ、しょうがない。これで、分かったもんね。うん。なるほど。あ、すごい。まあ、ちょこっと抜けたな。ちょっと抜けました。よかった。いや、いいね。それを今から、
食べるっていう。あ、食べるか、食べれるか。なんで、なんで自分の鼻毛食べやなあかんの、うん、っていうことです。はい、はい、ゴーストでした。痛くなかったんや。あ、痛くなかった。へえ。そう、いや、一気に抜くと痛くない。あ、うん、だ、安心安全です。はい、次はじゃあ翔が寝てる時にいきなり入れるから。なんと、何それ、何をしようとしてんの。一気に入れるから。いや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 、あの、いや、なんで自分が知らないところで、うん、はい、これがゴストでしたね。はい、愛してるよ、愛してるよ。